はい、おはようございます。やってみました。今日のワンコンテニュー、はい、本日お送りするのはこちら、熱血高校ドッジボール部テクノスジャパン1988年7月26日発売ということですね。はい、やっていきましょう。これが熱血紅白ニオ君からの、多分ダウンタウン熱血物語があってからの初めて、なんだろう、スポーツに挑戦するぞ的な感じの流れなのかな。どっちが先だっけ、ダウンタウン熱血物語と、もう熱血高校ドッジボール部、どっちが先だったかな。まあいいや、そんな感じでですね、こっからスポーツゲームがどんどん増えていくという、爽やか、まあなんだ、ちょっとやんちゃな不良少年だった国尾くんたちが、なんか爽やかスポーツ少年、青年たちに、なっていくみたいな、そんな感じですよね。それの始まりになったゲームと言えるのではないでしょうか。というわけで、画面、あったっけ、ああ、あった、そうそう、このパッケージですね。まあ、ファミコン世代、ね、レトロゲーム世代、ファミコン世代の人はみんな大好き、くにおくんシリーズっていう感じではありますけど、私はですね、この熱血高校ドッジボール部はやったことが実はないんですよね、あんまり。だから、キャッチの仕方、なんか、ボールが来たら AB、同乗しだったか、A 同、だーって分かんないですよね。で、キャラクターによって何歩歩いて、ね、シュートを打てば、こう、必殺シュート、ナッツシュートだぞとかはあるらしいですけど、そこは私は全く分からない。さあ、そんな全く分からない人がやるとどうなるのでしょうか。こういうのってさ、まあ当時口コミ情報で誰は何歩だよ、誰は何歩だよっていうのが流れたりするんでしょうけど、ね、すごいですよね。まあファミ通とかそういう、まあ、攻略雑誌的なやつにも出てくるのかな、そういう情報って。まあ、それをこのゲーム大好きな人たちはみんな知ってるみたいなね、そんな時代だったと思いますけど、そんな感じで、今日のワンコンティニューをお送りしております。1回ゲームオーバーになるまでどこまで進めるでしょうか、どこまでこのゲームを遊べるでしょうか、まあ、あとまあ BGM とかゲームシステムとかをですね、どんな感じで紹介できるでしょうかという形でお送りしてますかやっていきましょう。さあさあさあ、この画面のままでいいか。よし、始めますよ。あ、そう、この曲。聞いたことはもちろんあるよな、この曲。テクノスジャパンの曲ってね、なんか昔、友達んちとかで聞いたことがあったりしたときに、なんか馴染んでて、あ、この BGM の感じ聞いたことあるなと思ったら、あ、このゲームだったんだ、みたいなやつがですね、ちょこちょこあるんですよ。びっくり新記録とかですね、まあ格闘伝説とかですね、結構、まあ、熱血行進曲もか。さあ、デモ画面が始まるのでしょうか。熱血高校シリーズは結構デモ画面でオープニングというか、プロローグというかですね、ストーリーの導入というか、が見られたりしますが、このゲームはどうでしょうね。ずっと、ループは続いてる気もするし、まだループしてないような気もするし、どうなんでしょうか。あ、今ループしてるね。ってことはもう始まらないと見なしていいかな。ゲームをスタートすれば物語が始まるかな。物語っつう物語あんのかな、これ。いきなり始まりましたのかな。あ、間違えた、ごめん。熱血高校ドッジボール部サッカー編はですね、やったことあって、クリアはしたことあるので、そっちはね、ちゃんとストーリーというかありますけどね。光弘にキーパーやらせたらめっちゃ止めるんですよ。新一のシュートが殺人シートのシュートなんですよ。あれ、新一だったっけ、サングラグラスさんのやつ。それじゃなかったっけ。新一はなんか、わさわさ頭だったっけ。あれはもう、ホーミングシュートだから、威力はないけど強いって言って。グラさんのやつは弾丸シュートでめっちゃ速いって言って。クニオくんのシュートは、実はあんまパッとしないって。さあ、言うておりますけれども。始まらないね。よし。はい。何ですか？遠征試合、対抗試合、クラブ活動。ネクスココドッジボール部のさ、グラフィック。あ、今は禁止されてる。禁止されてるというか、良くない動きだぞよって言われてる、うさぎ飛び。この時代はまだうさぎ飛びがあったんですね。なんか近年では体育座りもあんまり良くないよっていう噂を聞いたことありますけど。まあ、じゃあどうすりゃいいのかっていうのは難しい話題らしいですね。難易度は普通でいきます。じゃあ遠征試合1から、1P プレイやっていきます。ね、このグラフィックってちょっと独特なんですね。後の国尾くんのいわゆるグラフィックの立ち絵とかと比べるとちょっとね、変わってるというか、このゲームならではのグラフィックなんですね。あ、スタートボタンか。
お、日本、花園、花園高校、あ、花園、花園じゃないんだ、花園なんだ、あれって。1、1、1、あ、内野が1番、そして外野が2、3、4番。変更はしません。よくわかんない。そうか、広志浩二、一郎は誰がどれかわかんないな。あ、グラさん広志だっけ、ちょっとわかんねえや。もういいよ。A ボタンがパスでしょ、多分。あ、なんか桜ステージ。画面が点滅してんな。あ、普通に食らった。これ、キャラクターは勝手に変わるのかな？あぶ。キャッチ。曲いいね。なんか、あ、ちょっと待って、内野同士でパスは禁止されてる動きのはずだぞ、それは。と、あ、何してんの、何してんの。あ、キャッチできた、 B ボタンでキャッチか。あ、つ、ハンドボール的な動きでやると内野パスできるんだ。1、2、3、4、5、6、この辺、ほら、あ、すごい、6歩だね、やっぱり。なんか見たことあったわ。あ、ごめん。はい、よし、いける。2、3、4、5、6、はい、違う、曲いいな。あ、連打するとダメだ。思いっきり、ダートーン。あれ、つい、これ全何ステージだろうな。もう空中シュートは別に、この前動画で、YouTube の動画で、小学生がですね、こう、1、2、3、4、5、6、はい、違うか。ドッジボール、ガチのドッジボールをするのはどんな感じなのかっていうのを見たことがあるけど、結構コツとか、あ、誰かやっつけたらしい。なんかラインディフェンスみたいなのがあって、面白かったです。あ、ラインを超えました。誰かでつけました。またルールがね、当たったらダメっていうのから、なんか体力式っていうのがおかしいですよ。あ、うわ、やっぱリッピーは強いな。ちょ、やばい、クニオがやられた。よしよし、いいぞ。日本花園高校か。これって、国対抗戦だったっけ？ドッジボールって、でも国、他の国でも遊ばれてるというか、遊ばれてるって言っちゃうの、でも、なんかレクリエーションの感じが強いから、スポーツっていうよりは、どっちかっていうとね。まあ、けどさっきチラッて言った、YouTube の動画で見たドッジボールは、完全にスポーツとしての、楽しみ方というかですね、こういうルールでこういう楽しみ方なんだよっていうのを紹介してたのがあったんですけど、イギリス、イギリス、やっぱ世界試合か。ジェームス、スコット、ハワード、ジオージ、ロバート、リチアすごいな、なんか。いえ、あそこなんかあれ、何橋、イギリスっぽいフレーズあるのかな。あ、体力多いな。わ、何？ちょ、避けて、超避けて。
やめて。あ、バカ。外野にパスしちゃダメなんてルールはねえぜ。汚いぞ、レイゾ。必殺シュートの打ち方わかんないな。ダメージ表記がなんか赤になってる。必殺シュートが出なければやっぱ地味な戦いになるよ、どうしても。1、2、3、4、5、6、この辺。うわ、来た。イエーイ。これが出るとやっぱでかいね。よし。キャッチキャッチ。あん。思いっきり助走をつけてドン。よし。あった。画面点滅がすごいね。なんかちゃんとファミコン実機でやるともっと違うのかな。あ、で、ループシュート。それ、お前、ライン越えて、お前、バカ。あ、ちょ、ちょ、なんか地味な動きするな。この怖い顔のやつがちょっと強敵。イェーイ。あ、イギリス大したことないな、なんか。よし。大したことなかったわ。もう難易度普通だからかな。イエーイ、万歳万歳。インド、インド。インドかどうだろう。どんな動きしてくんだろう。まだあの、ダルシムが登場する前だからね。ラハマ、ムハマド、サッタール、ヘッダ、アフダラ、スルターン。これインドっぽい名前なのかな。あ、アンコールワット。アンコールワット？アンコールワットはカンボジアか。ナイヤ同士のパスは禁止やぞ。待って。外野うまく使ってくるな。めっちゃ点滅がえぐいな。おい、来た。何してんの？ジャンプを対応する的な感じ。空中戦。空中戦が得意ですか？まず、あ、取れた。おう。走って投げるやつに対して、いて。クニオさん。え、クニオさん。取れ。あ、お前、ライン越えて、お前、バカ。ラインを越えて取りに来たぞ、な、ガイア。ずる。と。まあ、こっちも今、ライン越えて投げたけど。審判が見てなきゃ何をしてもいいぐらいのルール。それが熱血高校。今よう反応したね。地味な戦いや。防御力が高いな。あー、しまった。あ、パスでもダメージ食らうんだ、なんか。これ何パスまでみたいなルールあんのかな。あ、間違えた。なんか相手の必殺シュートを普通にキャッチしたいんだ。大抵のゲーム、大抵のスポーツでは、あの、遅延行為みたいな動きをすると怒られるから。なんか地味な戦いやな。どうしてもね、パスを多用するチームなんだな、このインドは。
なんか知らんけど、必殺シュートを連、B ボタン連打みたいな感じで、キャッチできちゃう。なしだよ。地味な戦いやな。早く投げてくんね。あげ。1、2、3、4、5、6、この辺。1、2、3、4、5、6。よし、来た。よし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 。ひどくない？ダウンした相手に対して連続で投げるのひどくない？スポーツマンなんちゃらとか特にない、あのザ殺し合いみたいな遊び方してんな。こうやってゲームボーイでもあったっけな。あったような気がするな。ゲームボーイ、あのビーチバレーとかもあったよね。避ける。普通に避ける。別に取りに行く必要はあんまない。あ、間違えた。なあ、しまった。じゃ、早く投げてくんな。あ、地味な当たりました。弱いなあ。なしで。あ、やられちゃった。工事がやられちゃった。ドーン、この辺。よしよし。そろそろ必殺技打ってきそうな気がするな。で、普通に取られた。何してん？何してん？あ、投げんかい。体力的にはこっちは全然有利だけどな。普通に取るな。やっぱ必殺技がないと。あ、外野に投げないと展開が生まれないか。さては、殺虫とかないってことないよね。よし、この国尾くん以外のキャラも必殺技あるよね、多分ね。さっき投げたもんね。条件が厳しいのかな。大ギリ見ようかと言った。ああ、国尾は1、2、3、4、5、6、この辺。よし、地味な戦いやな。パス？パス？で、しまった。タイミングが普通に遅れた。ムハマの体力回復してない、気のせいか。よし、あれ、やっぱり相手がなんか尻上がりに本気を出してきたか。あ、来た、分裂打球。西方ダメージないんじゃん、あれで。いいぞいいぞ。早く投げてくんね。早く投げてくるね。さっきどんぐらいの助走でどんぐらいのやつだったかな。全然痛い。やばいな、あのハゲが。ハゲが投げるボールが強い。よしよし、いいぞ。
ちょっと広島の方の大陸はまずいかもしれない。とう、うん、よし、いいぞ。やっぱ国王の方が攻撃力あるね。いいよ、いいよ。あ、やったんじゃない？これでとどめだ。どう？ノーとどめ？ちょ、取りに行け、取りに行け。よし、一旦、それダメなの？ひどい、ひどい、ひどいことをする。あの、相手のパスを体を張って止めたのに。ラインを越えて拾いに来ると。え？今敵がパスしてきた気がする。やったぞ！わーい、わーい。難易度普通だと結構優しいのかな？アイスランド。え？急に？イギリスから行った方が近かったんじゃない？そういう問題じゃないか。キャラ変えてみる？じゃあ、国は残しで。じゃあ、一郎と新一を。ヒロシとコウジャー、ウィングに。これで行くぞ！あ、やばい！アイスランド、やばい。ヘイル、あ、ヘイルマンじゃん。ヘイルマンがいるってことは、ワープシュート打ってくるんじゃん。大丈夫？あれね、滑るね。背景のペンギンかわいい。あ、じゃ、普通に強いか。あ、普通に強いかも。やばい、やばい。これヘイルマンだね。やばい、国を狙われてるっぽい。うちのエースが狙われてるっぽい。てか体力えぐくない？体力バーの長さがえぐい気がする。よし、いいぞ。イチローも攻撃力が強い。あ、でも防御がさては弱いな。違う、新一か。あ、じゃあやっぱ新一グラサンのやつやな。あ、で、今体を張って、打球、溜めてから、溜めて、1,2,3,4,5,6、トーン！来た！よし、いいぞ！え、14食らわしてあんだけしか減らないの？あー、間違えた。よし、これでいこう、これでいこう。6っぽいよな。1,2,3,4,5,6、この辺。あ、でも普通に強い。普通に強い。数を減らそうぜ。よし、来た。いいぞ。いいぞ、いいぞ。慣れてきたんじゃない？まあ、普通に強いから。はい！よし。逃げる敵の後頭部を重い狙う。よし、いいぞ。あ、いいね、いいね。よし、下蹴り、下蹴り。ひどい。よし、いいぞ。国を一人じゃん。他のやつらずっと見てんじゃん。まあ、勝てれば何でもいいや。ナイスディフェンス。あ、くそ、あ、ひどい。ナイスディフェンス。パス。あ、間違えた。まあいいや。あ、よし、ナイスディフェンス。壁の使い方がすごい。体力と、体力はあるけど、あれだね。防御力は全然ないんだ、このチーム。よし。当てればだから強いというか、こっちの方が有利みたいな感じか。中国。あっちゃこっちゃ行くなぁ。ラオチェン、ウェンハオ、リーファン、タオウェイ、シャオチン、ユンツワイ。なるほど。誰？誰なの、後ろの人。
うわめっちゃ食らった。やばいな、クリオが狙われるとまずいぞ。スキンヘッド対決。ああ逃げろ逃げろ。あ何カーブ、バナナシュート。クリオ狙われてるか。よしいいぞ。決まった、普通に投げちゃった。うわあでも普通に強い。いいねいいね。よしよしいいぞ。一人がつけたっぽい。キャッチ。あ間違えた。なんでライン際のボールを取り上がるの敵が。よしよし。まず。何そのボール。変な軌道。よし。普通の軌道。下蹴り。下蹴り。ひどいな。普通に取るね。あーん。やばい。クニョがやられるとまずい。あいいぞ。よしめっちゃ強い。25めっちゃ強い。イエーイ。これクリアしちゃうんじゃない本当に。今な、日本イギリス危ねえな。日本イギリスインドアイスランド中国ソ連か。多分最後はアメリカだろうね。オクラホマかな。あこのフォーメーションでいいんじゃない。今光弘だけでも内野に来てないね。じゃあ帰るか。誰だ、どっちが強かったの。多分新一だろうな。国夫と新一で光弘と待って一人や。あすいません、何名見てなかった。モルドフ、コリアノフ、マレンノフ。やっぱ相手方のそのエース級の体力はいっぱいあるね。あ来た。ドーン。あ貫通しなかったね。ナッツシュートは威力は今のやつの方があるけど、ナッツシュートは多分貫通性能があるのかな。多分そういうことか。ちょっと八歩ってとこかな。新一のシュートは八歩ぐらいかな。光弘はどうだ。おいいよ。何なんかボールは5歩ぐらい。おいいね。ボールが必ずジジンに返ってくるボール、恐ろしい。あ普通、あ普通のボールは大した威力じゃない。え、ちょっと待って、今、通常弾で16食らったの？よし、いいぞ。分かってきたか？新一は8歩ぐらいっていうのは。助走つけて。いいね。強っ。もういいよ。貫通はしないのね。国夫と
めっちゃ新一ばっか狙われる。いいね。国夫と光弘の攻撃、あの必殺シュートは必ずマイボールになるっていうのはいいとこだけど、こっちは単純に強いっていうのがいいね。いやいいね、強い。やべ、なんか掴んじゃったかも、このゲーム掴んじゃったかも、もしかして。まあでもこれ対戦アフリカってお前ざっくりしてんな、大陸の名前じゃん。インジョもムバビリマナムミコンベミミパレレモッキーわ。なんか転びそう、目が黄色いの怖いな。あ、足元がぬかるんでるパターンだ、伝わりにくい。何？空中キャッチだと？恐ろしいことしやがる。1,2,3,4,5,6,7,8。まいったか。さっき何歩歩いた的な感じかと思ってカウントしようと思ったら、あーやばい、ちょっと待って、ライン際、ライン際やめてー、くそ。足元が抜かるんでると、その歩数のカウントというか、どのタイミングで投げればいいんだろう、掴んだのを分からなくなった。よし、ナイス、イエーイ。え、死体蹴り。ひどい。あ、しまった。ライン。オーバーライン。あ、しまった。キャッチのタイミング。お、久しぶり。やっぱ国王のシュート自体、えい、えい。ひどいひどいひどい。何それ、帰ってくるボール、当たらなきゃ意味ない。よしよ、あーあー、しまった。ああ、相手がいいんです。国王のシュートはやっぱあれ、威力自体大したことないんだよね、なんかそんなイメージがある。熱広か。5歩ぐらい。普通のシュートは雑魚だ。キャッチキャッチ。あー、キャッチ。よし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 。エースエース。必殺技がないとお互い、あれ？何それ？天空落としみたいな魂できやがった。よしいいぞ。あ、いいね。お、一人やっつけたらしい。一人やっつけても一人二人で、あ、誰、あ、新一がエースがやられた。うちのアタッカー、エースアタッカーがやられた。しかしエースがやられたからといって他のやつがカバーする、それがチーム定門じゃねえの。やめてー。よし、やっつけたね。んじょもだけめっちゃ残ってるな。ああ、やっぱジャンプシュート強いね、威力強くなるんだな。意味ないんじゃないって思ったけど、あ、でもジャンプしてなんかうまい具合に体重が乗った球が投げられるのであれば強くなるみたいなことか。よし、見切った見切った。これクリアしちゃうんじゃない本当に。今日のワンコンティニュー史上2回目のクリアあるかもよ。多分まだカービィ夢の泉ぐらいしかクリアしてない。あ、ジャンプはジャンプシュートはあれだね、敵が動くと、あ、やったらしい。避けられるから。威力は高いけど避けられやすい的なことか。や、やったぞ！そろそろいいんじゃない？次どこ？アメリカ、あ、なんかもうボスっぽくだね。
ウィリアム、ジョン、マイケル、ランディ、ビル、スティーブ。強そう。まあこの配置でいくか。あ、すごいなんかきらびやか。そしてあれコートが別にノーマルコートだった。あ、なんかクニオくんっぽい BGM。 相手の体力メーターもマックスじゃん。でも普通に勝てそう。あ、でもなー、やったことないゲームいきなり難易度マックスでやるようなギャンブラーではないから普通難易度を選ぶよな。あ、2、3、4、5、6。うん、よっしゃ、いいねー。で、下蹴り、よし。やっぱ追加ダミーでちゃんともらわないとね。どんなの？いいよ、避けていいんだよ、そういうのは。相手の必殺技に付き合う必要ないんだよ。ちょっと一つお見せしてやるぜ。本当に出た。よし、いいぞ、調子いいね。新一のシュートはでも貫通性能がないからずっとこうマイボールを渡さないっていう戦略というか戦い方をするんだったら国岡光弘の方がいいな。よけろよけろ。あー、光弘がやられた。一発がでけえ、一発がでけえな。こいつも一緒だ。どう、うんうん、普通に削られても負けるかもしれない。よし、来た。よしよしよし。でも8か。新一のあれで8か。避けろ。あー、国を。目が緑なの怖いな。まあ目が怖いっていう話になると誰が言ってんだって話になるけど。よし、いいよいいよ。早々に一人やられちゃったから。そのバウンドきつい。なんか普通にドッジボールでやられそう。なあ、出ないね。これさえ出ればな。あー、やばい、国をやられた。やばい、普通にやられる。まずいな、これは。急に劣勢。まずい。でも一人になって動きやすくなったかもしれない。そんなこともないかもしれない。ザース。飛んだね。まず、あと一発勝ったら終わるかも。こっからの逆転ファイター。よし、来た。こっちの新一の球はでも新一の球は、あ、じゃあ、普通にやられた。ちょ、必殺技とかでやってよ。悲しいな。普通にやられます。あ、コンティニューとかも別にない感じね。あっそう。え？で？
A ボタン押すよ。おいし。はい、というわけで結構長い動画になりましたけども、はい、あ、これ音大丈夫だったかな。ずっとあのマウスカーソル触らなかった、触る暇なかったな。あんまり長い動画になってしまうと、あの謎の音声トラブルが起こったりして、ちょっとブツッとなったりしたこともあったかもしれないけど、まあそうなってないことを祈ります。あとマイクが入ってない、入ってるよね。よし40分ぐらいやったか、いや違う、30分ぐらいかな。はい、そんな感じでお送りしてきました。どんな感じで、やっぱ面白いですね。でもこれ対戦の方がより盛り上がるんだろうな。どのキャラが何砲で投げれば強いとかも分かってるとより面白いし、もうそれが逆に分かってない初見殺しいじめみたいなことも起こるんだろうな。そう、コツが分からない人にとってね。はい、というわけで、今日お送りしてきたのはみんな大好き熱血高校ドッジボール部でした。はい、というわけでですね、またの更新をお楽しみください。お疲れ様でした。ありがとうございました。さようなら。あ、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。